なくね、スーさんめっちゃ笑いこらえて This is how we do it's a bounce up okay you don't really wanna mess around give me a sec stakes are high はい、みなさんこんにちは。こんにちは。今日は木曜日ですか。木曜日はクッキング水曜日。あ、今日水曜日、はい、木曜日だと思って生きてます。今日の内容はクッキングでいきたいなと思ってます。サリーユーズにある鈴屋さんっていうお店でラーメンをお昼だけ出させていただいてます。で、最近やっと方向性が決まってきたのでお話でもできるなと思って撮ってます。来年ちょっと新しいビジネスとか予定もあるんでいなくなっちゃうじゃないですか、はい、そしたら作れなくなっちゃいましたってなったら大変なので今の時代動画とか一回見たらもう大体は、ね、分かりやすくできるんで、はい、今後も多分新しいスタッフさんも抱えると思うんでこれを見せながらちょっとトレーニングしたらすごい簡単じゃないかなと思ってるんで撮ってまーす。 VTR を見てみましょうか。はい、見ていきましょう。それでは、なるほどザ・ワールド。それじゃ始まりました。これが、茹で麺機なんですよ。はい。で、まず最初にすることは水を出します。そうするとこのなんかマーライオンみたいなところから水が出てきてでここで栓を閉める。そんで水溜めます。じゃあちょっと水溜まるまで待ってみましょうか。ちょっと水溜まりました。で次にすることはパイロットつけるんですけど、この丸いところの次のなんか火のマーク、それが着火なんで、そこに合わせて押して、でここの黒いボタンみたいなものをカチカチ鳴らすと着火されるんですよ。でこの穴から覗いて火がついてるか確認します。で火がついてるのを確認しましたら着火ボタンあるじゃないですか。着火ボタン、はい、これをさらにクッてやるとでこれで OK。 この温度を120度にして120度で沸騰を待ちます。沸騰を待ちます、はい、これでとりあえず茹で麺機のセッティングはカチカチやって火をつけるんですね。そうですね。あれ結構連打しすぎると壊れちゃうんで気をつけてください。オーダーが入ったらスープ取るんですけど丸々のショートケーキを想像していただいて、はい、ショートケーキそうなってるじゃないですか、はい、あれと同じような感じで上に油があってスープを取るときはなるべく真上からこう落としてってバランスよく取ってもらいたいなっていう感じです。バランスよく、はい、そうを崩さずに、はい、崩してもいいんだけど、なんか なるべく意識しながら、はい、そうしないと油とかのバランスがちょっと偏っちゃうみたいな、ね、そこまでなんかね神経質にならなくて大丈夫だと思います。はい、オーダーが入ったら麺返し、まあ、スープを用意しますね。はい、まず先にスープ温めます。火つけてで、沸騰しそうになる時までちょっと待ってみてください。よくかき混ぜて一杯入れます。表面張力なんてダメです。はい、以上です。ありがとうございます。今回5種類トッピングがあるんですけど、ね、5種類、まあ気分によって変えていいです。もう自分がこれ入れたいなと思ったら入れていいし、で麺入れるときはここの麺は調理器はいい方が麺の状態によってほぐさなきゃいけない。いいものを選んでるんですけども、麺の状態から食べてちょっとほぐさないといけないときがある。ほぐした方がいいですね。沸騰もちゃんとチェックしてください。
っちゃ沸騰してないと沸騰してるのをちゃんと確認して麺が出てきます。あ、もう食べました。で、卵とかきくらげとかなるととかも一緒に入れて火通しています。はい、ここをね、中指挟めるとかき混ぜやすいんですよ。こういう風な状態になったらこうやって、で、外すときちょっと戻す、こう回してて、外すときこうちょっと戻す、そうするとほぐれる、取れるんですね、から。はい、茹で時間はお店によって取れるという感じで、一回沸騰したら、で、止めて麺が茹で上がってきたんですよ。で、ここの豚骨ラーメンの返しレシピ上を50ml 350ml 354でしたっけ、ミリリットル、変なんですよね、数字がね、数字が変なんですよ。154だったと思うんですけど、を3切りリットル、麺が茹で上がりました。で、これまあ別に必殺技使って水切ってもいいです。必殺技ってなんですか。天空切り、天空切り、山嵐とか、山嵐、あと回転ジャンプ、回転ジャンプスーパースーパーアタック、アタック、ファイナルフラッシュみたいな攻撃技ですね。はい、で、もうトッピングはまあ時計回りに右から順に並べていけばいいんですけども、左から並べてますよね、僕完全に。そうですね。なんでですかね、左利きだからですかね。おそらく。うん、で最後に本当は時計回りなんですか。本当は時計回りと言われてますね。こんな感じで。ありがとうございます。完成。完成。パチパチパチ。はい。どうでした ？VTR。結構ね、はい、まあでも覚えることはまあ多くはないんですけど、やっぱ忙しい時にこれをどんだけ早くね。スーさんめっちゃ笑いこらえて顔出ちゃった。大丈夫ですか。すいませんね、笑いこらえるの大変ですよね。やっぱ結構忙しい時にどんだけねスムーズにできるかっていうのが、ね、やっぱそうですね、難しいと思いましたね。はい、VTR 見た後のトーク全然考えてなかった、ごめんね。そうですね、ちょっと忘れちゃったなっていうことがあったら復習してもらえたらいいなと思ってます。あと、ここで働いてなくてもこれからカフェとか小さく個人でラーメン屋やりたいなって思ってる人にとっては結構新しいアイデアが見えたかもしれないですし、あ、教えやすそうですか、はい、これから。あ、そうですね、これから、まあ、あの映像を見て、はい、新しい人に教えたりすることも僕でもできるかなって思いましたね、VTR、ね、はい、現代ですね、現代ですね、現代テクノロジーありがとうございます。ということで、また来週何曜日になるかわからないんですけど、キッチン関係、クッキング関連になる動画を上げれたらなと思いますので、よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございます。楽しかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。